ラファウ・ブレハッチは、ポーランドのピアニスト。2005年の第15回ショパン国際ピアノコンクール優勝者である。ポーランドのクヤビポモ事件にあるナクウなどのテチョンにて、経験なクリスチャンの家庭に生まれる。両親とも音楽家ではないが、ブレハッチは幼い時から、教会のオルガンを弾くようになり、教会牧師の勧めで4歳からオルガンを、5歳からピアノを始めた。 クヤビポモー事件の件と、ブイドゴシチュにある、ルービンシュタイン音楽学校を卒業後、フェリックス・ノボビエースキー音楽大学に学び、カタジーナ・ポポバズ・イドロン教授に指示した。青少年のためのポーランド・ショパン・コンクール第2位、アルトゥール・ルービンシュタイン国際青少年、ピアノ・コンクール第2位などを経て、2003年の第5回浜松国際ピアノ・コンクールで、初めて国際コンクールに参加した。 浜松国際コンクールでは、1位該当なしの2位に入賞する。コンクール参加時点まで、ブレハッチの自宅のピアノはアップライトであったため、これを知ったワルシャワ氏が、日本出発前の2ヶ月間、彼にグランドピアノを貸与したという逸話が残っている。2位入賞の獲得賞金で、彼は初めて自分のグランドピアノを買うことができた。浜松コンクールの翌年、二千四年に第四回。 モロッコ国際ピアノコンクールで優勝する。2005年10月、ラファウブレハッチは第15回ショパン国際ピアノコンクールで優勝した。彼は同時にマズルカ賞、ポロネーズ賞、コンチルト賞、ソナタ賞も合わせて総なめにした。同コンクールで2位なしの審査結果が出たのは史上初の出来事であった。ポーランド人の優勝者は1975年の 第9回コンクールを制した、スマーマン以来6回目となる。一見したところショパンに雰囲気がよく似ていると指摘される。ブレハッチがショパンになんとなく似ていることは2005年のショパンコンクールでも話題になった。2006年、ブレハッチはドイツグラモフォンと専属契約を締結した。ポーランド人の演奏家が同社と専属契約を。 結んだのは先輩ピアニストのクリスティアン・チマーマン以来二人目となる。2007年10月 CD デビュー版としてショパンの前奏曲集が発売された。ブレハッチはショパンコンクール優勝後も2006年2007年2009年に来日公演を行った。2007年来日公演時のインタビューで彼はバッハのオルガン曲に魅せられて 音楽の探求を始めたと語っている。ありがとうございます。